お聞かせするのは昨夜傍受した通信です。バースデーパーティーの招待状はどうなった？発送は完了した。バースデーパーティーはテロを意味する隠語としてよく使われます。標的として可能性が高いのはテキサスです。続きを。水族館を楽しんでもらえるだろう。準備はどうだ？プラーノで必要なものは揃えた。トールトンは OK だ。アタスコサの乗り換え地点に問題はない。奴らがブラウンズビル付近から侵入しようとしていること、それにダラス周辺に工作員を潜伏させていることはほぼ確実です。サプライズパーティーか。死ぬほど驚かせてやろう。NSA のデータを他の3つの情報と比較したの。ダラスがターゲットであるという点で一致したわ。可能性が高いのはこことここ、スタジアムと水族館です。ラブフィールドに降りれば多少は時間の節約になるでしょう。新情報があれば随時知らせるわ。ジャリーはどうした？グリムに言ったよ。俺にも言え。主要都市全てについて搭乗拒否者名簿をね、対テロセンターから引き出してみたんだ。ここのはないんだ。何一つ。シカゴのシステムはダウンしてる。5時間が経過した今もオフラインのままさ。ただのシステムメンテで。お前は黙っていろ。そこで到着便の乗客名簿をこの目でチェックしてみたら浮かび上がってね、6人の名前が。これを見てよ。お部屋空港の防犯カメラの映像だ。みんな同じ便に乗ってる。気にはなるけれど最優先じゃないわ。いくつもの機関がダラスで間違いないと言っています。グアムはどうだった？予想してた奴がいたかい？前回だってエンジニアにいいように踊らされて、その挙句大勢兵士が殺されたんじゃないか。シカゴまでどれくらいだ？遠すぎます、サム。チャンスは一度きりですし、シカゴが空振りに終わったらダラスには間に合いません。サム、シカゴに向かう。チャーリーが不審な点を見つけたからってだけで？大統領は俺に作戦の遂行を一任した。命令を無視するなら指揮権を剥奪されるかも。直接攻撃なんぞ腑に落ちない。ミラーで罠を仕掛けた後だ。これは？ああ、シカゴのスワットだ。人質事件が発生してるらしい。ヘリを用意してくれ。見取り図によるとまるで迷路だし、人質もいる。睡眠ガスなら人質を傷つけずに敵を無力化できるし、スティッキーカメラは策的に役立つよ。犯人が警察と接触したわ。要求は？ないわ。強いて言えば警察を一帯から下がらせることくらいね。要求もないのに人質を取ったのか？逆上しているのかも。エンジニアではないかもしれませんよ。やはりダラスが本命では。時間切れだ。後戻りはできん。Thank you.
なのは地下だけね。袋のネズミだぞ。急須猫を噛むってことわざもありますよ。How'd you get him in line? Broke one of them. Big guy thought he was tough. Killed him. Shit out of him till he was spit and teeth. Then the rest got the message. No more screaming, no more fighting back. I should have done it to start with. ダクトを通れば近道ができそうよ。ステージの後ろにハッチがあるわ。けど地面の近くじゃなさそうね。Someone check the bathrooms. 俺と一緒に来てくれ。味方がやられた。みんな、注意を調べろ。
staying behind the perimeter. Over. Watch here. Less chatter. We're on a schedule here. フェスティバルホールを離れる。人質は見つかった？いや、下っ端が何人かいただけだ。本当にブラックリストなの？すぐ分かる。Two meatheads on watch together. They kept picking fights with everyone else. They kill each other, they're both out of my hair. Yeah, we're spending more time managing our guys than the hospital. No shit. Is there anyone freaked on them yet? Not yet, so that's good. Yeah, don't want to lose our bargaining chips. No kidding.
やられてる、こっちだ。人質はボイラー室だ。 C4 を仕掛けられてはいるが、敵は全て倒した。了解、爆弾処理班はいる。準備だけさせておけ、掃討完了まで待機。了解。落ち着け、頼むから騒がないでくれよ。大丈夫、じき助けが来る。静かにな、あと少しだ。救出部隊が来る。すぐだ。じっとしてろ。その通路は丸見えね。天井のパイプを調べて隠れられるかも。こっちに。やられてる。いや、何も。特に何も。いや、何も。ここはいい、二手に分かれよう。
Santa Claus? Seriously? No fucking way. Confirm, access is secured. Gotta be here somewhere. そこは使われなくなった下水路だ。多分そこを進むと浄水場が。奴らの狙いはそこかもな。いや、ドローンがおかしい。ちょっと待って。今別の。お前たちの狙いは浄水施設だな。言え。くたばれ。放つ。生物兵器。病原菌だ。水道に混ぜる気か。爆弾を解除する方法は。コードだ。ベルトにフラッシュドライブが。質問には全て答えた。助けてくれ。命だけは頼む。グリム、聞いていたわ。フラッシュドライブがあった。オプサットにつなぐ。警察に転送しろ。ついでに謝っておいて。監視カメラにチャーリーが気にしていたバンが映っていたわ。1時間前のことよ。くそ、手遅れか。まだわからないわ。急いで。サム、ドローンについての基本講座だ。一発撃てばドローンはお釈迦。じゃあ二発なら爆薬がドカンさ。タイミングが合えば結構使えるかもね。ドローンをロストした。
サム、やっぱりエンジニアだよ、間違いない。ん？フラッシュドライブにトリプル DES ミリタリーグレード暗号化プロトコルの一種が使われてたんだ。ミラワでサディークが使ったプロトコルと同じってことさ。さすがだな。浄水場よ。上がれれば屋上から入れるわ。今度の相手はプロだ。手際よく警備員たちを始末している。警備システムもだよ。水道にバイキンを混ぜるのをやめさせるには、まずハッキングされたドアをハッキングし返して開けないと。急げ。よし、いけるぞ。最近の混入は2カ所で行われてるわ。そっちは俺が何とかする。水の漏洩を止められるか。バルブを閉められないかやってみるよ。急いで、10分で水の汚染レベルが限界になる。Excellent. Very awesome.
ポンプを一つ止めた。チャーリー、バルバーどうだ。まだダメだ。敵も去るものだね。ま、それで引き下がるような僕じゃないけど。いい知らせよ。管制室の下にメンテナンス用のトンネルがあるの。プラントの反対側まで行けるはずもう一つも止めたぞ、グリム。さすがだけど手遅れよ。クソ、どうした。汚染レベルが限界に達したわ。バルブも開いたままよ。わからないさ。そうだ、ハッキングは無理でも手動の開閉装置がある。行って直接閉めればいい。分かった。残り5分だ。で一安心。アメリカンコンサプションは阻止できたよね。お疲れ様。戻ってきて。ブリグス？帰還準備 OK だ。Thank you.
入金完了。外部隔離施設から流れた品よ。細菌兵器の一種ね。危うくシカゴは全滅さ。治療法はあるのか。感染していないから安心して。シカゴの件は解決だそうです。楽勝さ。調子に乗らないの、運が良かっただけよ。たまたまうまくいったに過ぎないわ。確かに。だからといって俺は守りに徹する気はないぞ。どういう意味？受け身では敵の思うツボだ。サディークの裏をかく。それには打って出ないと。では、そもそもターゲットはブラックリストのことだっておろそかにできません。追いかけっこを続けてもいずれ逃げられるのは目に見えている。そこでだ、サディークを追い詰めたい。チャーリーが新装備を作っているらしいわよ。元気か？パパなのね。どうしたの？こっちはシカゴのニュースで持ちきりよ。あれってパパ、まさか。落ち着け、心配ない。それよりミネラルウォーターを買いだめしておけ。こっちのパニックぶりを知ったらきっと驚くわ。グアムであんなことがあったけど、まさか本当にアメリカ本土が攻撃されるなんて。大丈夫か？私はね、どうせろくなことを言わないからニュースは見てないわ。最悪の事態は不正なんだから。ねえパパ、本土が狙われたのが問題なの。みんなビクビクしてるわ。そんな心配は。怖がってる人に何を言っても無駄よ。パニック状態だもの。そうでしょ？国中に悪い空気が漂っていて、トレドでは集会所が放火されたし、似たような事件が至るところで起きてるわ。そうか。とにかく気をつけろ。困った時は。わかってる。心配しようね。じゃあまた。